ハワード・オオレス・ポロックは、アメリカ合衆国の政治家、アラスカ州選出のアメリカ合衆国会議員。所属政党は、共和党。1920年、イリノイ州シカゴで生まれたポロックは、ルイジアナ州ニューオーリンズで幼少期を過ごし、ミシシッピ州の高校に通った。1941年、パーキンストン短期大学を卒業後、アメリカ海軍に入隊。 第二次世界大戦中の1944年、訓練中の手榴弾事故で右前腕を失い、1946年に退役した。最終階級は少佐。退役後、ヒューストン大学でホーム博士、マサチューセッツ工科大学で博士号をそれぞれ取得した。ヒューストン大学在学中にアラスカ準州議会議員を一期務めていた。 1960年選挙でアラスカ州上院議員に当選。1962年選挙でアラスカ州知事選挙に倶え出馬したが、共和党予備選の段階で落選した。1964年、再び州上院議員選挙に出馬。無事当選を果たし、州上院では少数党院内幹事を務めた。1966年、アメリカ下院議員選挙に、 共和党から出馬し、初当選を果たし、2期連続で会議員を務めた。政界引退後は、ニクソン大統領によって、アメリカ海洋大気庁の副所長に任命され、その後1971年からの12年間、国際連合海洋法会議のアメリカ代表団を務めた。1983年、公務員を引退したポロックは、全米ライフル協会の会長に就任。 二年間会長を務めた後、経営コンサルタントやロビーストなどとして活動した2011年カリフォルニア州コロナドで死去。ありがとうございます。